はい、どうも。今回はですね、山上さんはですね、どちらサイドなのかっていうお話をしてみたいと思いますね。私はですね、最初山上さんはですね、信者側の人間なので、統一教会の、信者代表で、安倍さんを打ったので、信者側の人間っていうイメージなんですね。でですね、おそらく統一2世の、元統一教会の信者の方もですね、信者の方が苦しみまくってるから、お母さん信者ですし、その苦しみをですね、自分が犠牲になることでですね、少しでも和らぐことができればと思って安倍さんを打ったので、元信者の方もですね、山上さんは信者側の人間だと思ってると思うんですよ。で、最近ですね、統一教会の信者の方のですね、ツイッターをこうパラパラ見てるとですね、山上さんはですね、どっちなんだろう、俺らの側の人間じゃなくて、ちょっとね、どこなんだろう、一般の人間だからみたいな感じなのかな、なんかそんな感じの、扱いで、何ですかね、こっちじゃないよあいつは、俺らとは関係ないからみたいな感じで、でその方もね、その壺を買う側なのか売る側なのか、その辺もですね、ちょっといろいろ統一教会もですね、統一教会の中の日本人は虐げられてますけど、韓国人はいい目を見てると思うんで、で、幹部の方は韓国人で、やってると思うんでね、わかんないんですけど、その山上さん多分ね、安倍さんのビデオが流れた会場も多分行ってるような感じの話を聞いたような気がするんだけどな。だけど鶴子には近づけなかったみたいなね。だからですね、はい、山上さんはですね、変な話しますよ、安倍さん撃たれて、本当はなんかテロリストみたいな感じになってもおかしくないんだけど、山上さんの生い立ちとかですね、不幸な家庭環境とかを見るとですね、ほとんどの日本人がですね、山上さんかわいそうだって、あんな撃って当然とは言わないんですけど、撃ったのは、しょうがないわね、なんとか、なんかね、人を殺してもですね、わかるみたいな感じなんですね。多分ですよ、山上さん、テレビとかで全然叩かれてないですし、ネットの中でもですね、山上さんを叩く人なんてそんなにいないんですよ。やつは人殺しだからみたいな感じで言う人はいますけど、山上さんはね、どんな感じになってるんだろうな。だけど日本のためにはなってることで、おそらくね、ありまして、なんかどん複雑なんですよね。はい、今回ですね、統一教会の信者ゾーンの人の目とですね、元信者ゾーンの目とですね、一般の人の目を見てですね、みんな山上さんはですね、こちら側の人間じゃないよみたいな感じになってるんで、はい、山上さんはですね、変な話しますよ、誰のために戦ったんだみたいな感じにはなってるんですけどね。元信者さんはですね、よくやったみたいなところがあると思うんですけどね。で、一般の日本国民もですね、よくやったと思うんですけど、統一教会の信者の方はですね、あれですね、教会の方行って、あの方はうちの団体の人間じゃなくてですね、テロリストの殺人鬼だから、あんなとんでもないやつだからみたいな感じで言って、そうだ俺たちの側じゃないんだっていうように、あれなのかな、幹部の人が言えばそうやって考えちゃうのかな。
はい、山上さん、今回まとめはですね、山上さんの立ち位置はですね、複雑だよってことで、はい、今回以上です。